値を下げてみるみる痩せる運動を紹介します。30代以降の女性専門ダイエットトレーナーレオです。ところであなたはなぜ食後に運動をした方がいいかご存知ですか？それは血糖値の上昇を抑えてくれるからなんです。食後に血糖値が急激に上がると、その急激に上がった血糖値を下げるためにインスリンと呼ばれるホルモンが分泌されます。このインスリンには実は脂肪を蓄えやすくしてしまうという役割があるんです。カナピーマンだ。ではどうすれば抑えられるのか。それは食後の運動なんです。ただし運動といっても何をすればいいのかわからないというお悩みを持っている方も多いはず。なので今回は血糖値を抑えることに特化した量トレを一緒にやっていこうと思います。ケピーマンだ。一緒に頑張る？頑張っちゃうよし。一緒に頑張る人ありがとうってことだ。それではレッツリョン。はい、ということで今回は食事前にやると爆痩せするエクササイズを一緒に頑張っていこう。はじめの種目はウォーキング、その場で足踏みをしていくよ。スタートね、これはもうねウォーミングアップです。ちょっとずつ体を温めて動かしやすくしてってあげようね。大きく腕を振って行ってあげてね。まだこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていただけるとウレピーマンです。感想やリクエストもコメントにじゃんじゃん書き込んでね。そう、その調子頑張って。3、2、1、はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目はかかとタッチね。膝を曲げて、はい、お尻の前に手を置いてかかとタッチしていく。スタートー。しっかり膝曲げて、もも裏をね意識して足を曲げていく。そう、その調子頑張って。息を吐きながら足を曲げていこう。これはね太もも痩せにも効果的ね。太もも細くしたいよという方多いと思うんだよね。男性の僕でもね、こうねポテッとした、こうなんかポテトみたいなね、ポテトだけにみたいな感じでダジャレ言いたいだけですね。これはね太い足嫌ですからね。はい、これで解消していきまっちょです。はい、オッケー、ナイスファイト。そしたらね次の種目、ももをね高く上げていく動き、よーいスタート。太ももを高く高く、そうだ、もうねエベレストよりも高くだ。なんだそれは、なんなんだこの表現はね。もうそれぐらい高くやってあげてください。もうねテンションも上げて、足も上げて、脂肪燃焼率も上げて、体脂肪率は落とすと。いやもうすごいね、ウレピーマンだこれは。そう、息を吐きながら足をしっかりと上げていく。頑張ってその調子。3、2、1、はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次は足を横に大きく踏み出して、腕をねスイスイと、ね、やっていく動きでございます。はい、よーいスタート。ね、こうスイッとこうね、スイッとこう泳ぐイメージですね。手のひらは天井に向けて、手のひら上に向けて行ってあげると、巻き肩改善、猫背改善、背中痩せめっちゃつながる。これね足を横に大きく踏み出せばお尻痩せにもつながるという、もうこれ一石何鳥なんだ、何鳥だこれはね。はい、ね、これもめちゃくちゃウレピーマンだこれもね。こうね背中のねお肉落としたいよという方、はい、ヒップアップしたいよという方におすすめなこのねスイスイ運動、頑張ってやってあげましょう。もう少し、はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目はスクワット、ね、これはもう皆さんおなじみなんじゃないでしょうか。ね、浅くても全然大丈夫だからね、頑張っていこう。スタートー。ね、膝が内側に入らないように少し外に向けながら息を吸って吐いてあげる。吸って吐いて、そう、いい感じだ。後ろにある椅子に腰掛けるイメージで膝が前に出すぎないようにしてあげましょう。いや、いいフォームだ、頑張ってその調子。はい、もう少し、太もも痩せるぜこれね、お尻も痩せるぜ、嬉しいぜ。3、2、1、はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は、はい、かかとをお尻に近づけて膝を曲げて腕を後ろに引いていく動き、よーいスタート。グッと引いていく、グッと肩甲骨から腕を動かすイメージ、息を吸いながら腕を後ろに引いてあげてください。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、そう、いい感じだ。そう、その調子でしっかりかかともお尻に近づけてあげて、太もも痩せ、背中痩せに効果的、そして姿勢もね美人になる。もうねスタイルアップして、はいね、綺麗な体手に入れたいならもうやらなきゃ損でございます。3、2、
1はい OK ナイスファイト。そしたらね次の注目太ももを高く上げてももの後ろで手をタッチッチしていく動き。それでは用意スタート。太もも高く上げてもも裏で手をタッチしていく。そういい感じだ。お腹にグッと力を入れて息を吐きながら太ももを上げていく。そうその調子。腕もねこうバタバタすることによって肩周りが使われてきます。なので肩周り痩せ、肩幅すっきりしてくるよ。もうね女性らしいねこう華奢な体ね、こうね肩幅広いとかってちょっとやっぱ嫌じゃん、ね、これでね狭くしてってね可愛らしいね女性らしい体を手に入れよう。そういい感じだ。ナイスファイト。そしたら次の種目、肘と膝を前でくっつけていく動き。息を吐きながらくっつけていってあげてね。スタート。でこうねピタッとこうくっつける。そうもうね肘と膝にこうねあの磁石がくっついてると思って、で S 極とこう S 極がこう肘と膝にくっついてる。 S 極と S 極でこれ離れていっちゃうね。 S 極と N 極だね。でこうねが、くっつけるようなイメージ、ピタッてこうねくっつけてあげてください。そうその調子いいね。息吐きながらお腹にグーッと力を入れて、そう浮き輪肉解消、ポッコリお腹解消につながってくる。もう少し、はい OK ナイスファイト。そしたらね次の種目、太ももをねはいまた、使っていきます。で腕をねピシッと上に伸ばしていく動き。スタート。かかとをお尻に近づけていって、脇を閉じながら肘をビシッと伸ばしていく。そうその調子。二の腕を意識しながら行ってあげよう。二の腕痩せ、太ももリーダーで、あ噛んだ、太もも痩せに効果的な種目でございます。ウレピーマンだね。そうその調子頑張って、息を吐いて吐いてあげる吐いてあげる。そう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 、腰反らないようにお腹にもグッと力を入れて、3、2、1、はい OK だ、ナイスファイト。そしたらね次の種目、足を横に持ち上げて肘と膝をくっつけていく動きね。はいスタート、ね、全く口が動いてないです。もう今日神の神具合でございますね。もういつも通りでございますけど、はい浮き輪肉ね解消に効果的ね、そしてお尻痩せにも効果的なこの種目ね、ぜひやってあげてください。これなんかね楽しいよね、やっててこう見ててもなんか楽しくない？わーいみたいな、こうわーいってこう Y の字になってるから、こうわーいみたいなダジャレみたいになってますけどね、このダジャレでわーいみたいな、こう喜んであげてください。はい3、2、1、はいナイスワイ、うん OK ナイスワイだ。そしたらね次の種目、太ももを高く上げて腕を横に振っていく動き。スタート。どうした今、なんか故障したぞ今僕はい頑張って息を吐きながら太ももを上げていくね。もうそろそろ結構体がね熱くて汗かいてるんじゃない、もうあーちーちーあーちーってこれ、ね、燃えてるんだろうかって、このもう体の中に郷ひろみがいるんじゃないかなってぐらいね、もう郷ひろみがこうやって体の中で歌ってるんじゃないかってぐらいこう熱くなってきてると思うんですけどね、この調子でもう少しだから頑張っていきましょう。3、2、1、はい OK 牧場ナイスファイト。そしたら次は膝を内側に入れていく動き。内もも痩せにめちゃんこ効果的だ。いくぜ、よーいスタート。お腹にグッと力を入れて軽くしゃがむ、でしゃがんで内に膝を入れていく。そういい感じだ。内もも使っていこうぜ。内ももに隙間を作って、太もも周りをね綺麗にして美脚作りたいよっていう人、マジでこれやらなきゃ損だぜ。でこれ隙間時間とかにもねちょちょいってやってあげるといいかもしれないね。そうその調子頑張って。3、2、1、はい OK ナイスファイト。そしたら最後は深呼吸して終わっていこうね。自分のことしっかり褒め褒めしてあげて ね吸って思いっきり腕をグワッとやって、吐いて体を丸めていく、吸って吐いて、そう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 忘れないであげてね。優しい言葉を自分にもかけてあげること、褒めてあげよう。いつも頑張ってる、辛くてもくじけそうでも諦めない、辛く苦しい時悩むことはそれだけ本気で向き合っている証拠、そうやって壁に立ち向かう姿が自分素敵だぜって褒めてあげて、明日もいい日にしようとしている自分は素晴らしい、いつも本当にお疲れ様って、そうやって自分のこと褒めてあげてね。はい OK ナイスファイト。はいということでね、今回も一緒に頑張れてウレピーマンでした。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様。